それでも二世兵士たちの功績は忘れられませんでした。日系アメリカ人に対する500もの差別的法律は1952年までにほとんど廃止されました。ようやく彼らは自由に土地を所有できるようになり、日系一世もアメリカ市民になることが可能になったのです。戦後、日系アメリカ人の社会的経済的地位は大きく向上しました。静かなアメリカ人と呼ばれてきた彼らは控えめな姿勢を保ち、アメリカ社会に同化しようと努めてきました。近年になってようやく日本から受け継いだ文化や伝統を見直し、アピールするようになってきました。シグ・ドイと妻のヨウはカリフォルニア州リッチモンドで4人の子供を育てました。2人は過去のことを子供たちにはほとんど話したことがありませんでしたが、最近になってようやく長い沈黙を破り始めました。父と母は私たちが日系人という意識を持たずにアメリカ人として育つことを望んだんだと思います。だから私たちを日本人学校に通わせたりしなかったし、昔の苦労を話すこともなかったんです。何の疑いもなくアメリカ人になってほしかったんです。自分たちにできなかったことを叶えてほしかったんでしょう。私たち日系人のようないわゆる少数民族がアメリカ社会の主流に入れるかどうか私にはよく分かりません。ただ一つ言えると思うのは、もし外見が明らかに違っていれば主流からは外れるということです。ダンのロックグループ広島は全員が日系三世です。ロックは日系人には未開の分野であり、ダンたちは偏見と戦わなければなりませんでした。しかし日系一世二世の功績によって若い世代には自信と誇りが生まれてきています。かつてあった日系人であることを恥じる感覚は消えつつあります。偏見を克服するのは難しいものです。子供の頃はテレビなどで日本人が変な描かれ方をされていると、ああ自分もああ見えるんだと思って恥ずかしく感じました。そして両親に対して腹が立ちました。偏見に対してなぜ抵抗しなかったんだろう、自分なら銃を持って戦うのにと思ったんです。でもそのうち両親がどれだけ勇気があったか、私たちをどれだけの愛情で守ってくれたかが分かってきました。偏見や差別の問題を正面切って話すようになったのは主にダンの世代からです。年長者はそのことに触れたがりません。傷がまだ癒えていないのです。アメリカが間違っていたことは否定できません。政府はそれを認めなければいけません。彼らは何の罪もない人たちを強制収容所に送ったんです。日系人は敵国の人間として扱われ差別されました。人種差別のせいで拘留され投獄されたんです。日系人が敵国の人間だというなら、イタリア系やドイツ系の人だって同じはずです。しかし彼らは何もされませんでした。アメリカ人は過去の暗い事実を忘れ去ることを望んでいます。日系アメリカ人の苦難の歴史を記録に残そうという試みは全て日系人自身の手によるものです。しかしフランス・ボージュ山地の人々は日系アメリカ人たちの功績を今でも忘れていません。ビフォンテンの村長アンディ・ジョルジュ氏がチェスター・田中と共に森へやってきました。ジョルジュ氏は17歳の時442連隊によるテキサス大隊救出を目にしました。日系人兵士の雄たけびはいつまでも彼の耳を離れませんでした。
それ以来ジョルジュ氏は442連隊の功績を称える記念碑を作ることを夢見てきました。まず彼は毎年ここに花輪を飾り、やがて小さな十字架を建てました。そしてついに村人たちの協力を得て、ささやかな記念碑を建てたのです。それは彼らに自由をもたらした日系人兵士に対する感謝と友情の証でもありました。442連隊の退役軍人たちがおよそ50年ぶりにブリュエールに戻ってきました。人生の中でおそらく最も激烈な体験をした地を家族と共に再び訪れたのです。ブリュエールの人々は町を解放してくれたあの礼儀正しい兵士たちの来訪を歓迎します。彼らは再会を喜び、家族と共に友情を確かめ合います。戦火の中、共に苦しみを乗り越えた者同士の独特の絆です。一方で彼らは多くの血が流された悲劇を改めて思い起こします。フランスのパルチザンの歌が流れる中、フランス人と日系アメリカ人は2つの勝利を祝います。一つはファシズムに対する勝利です。それはフランスに自由をもたらしました。もう一つは日系アメリカ人への差別と偏見に対する勝利です。それは彼らがアメリカ社会で認められるきっかけになりました。グラン・ジャン氏は442連隊に命を救われた元レジスタンス闘士です。Vous avez eu du courage, beaucoup de courage. Il y a un interprète là. Beaucoup de courage, vous avez eu. Et grâce à vous. Malheureusement, ils ont laissé beaucoup d'amis. Beaucoup de camarades. シグ・ドイの脳裏にはこの森でテキサス大隊を救出した猛烈な戦いがよみがえりました。それはグラン・ジャン氏にとっても同じです。長い年月を経た今も悲しみは消えていないのです。Young people died. You know, that's a trouble. For what? In this kind of place? Nobody knows.彼らは日系アメリカ人一世です。新天地を夢見て移住した土地で数々の試練に耐えなければならなかった人々です。アメリカに来て60年以上経つにもかかわらず、彼らは英語をカタカナで読んでいます。アメリカに幸あれと歌い、アメリカ人になる努力を今も続けているのです。アメリカは彼らに幸を与えてくれたのでしょうか。どの国からの移民もアメリカンドリームに参加するには代償を払わなければなりませんでした。しかし中でもこの人たちは最もひどい代償を支払ったのかもしれません。
カリフォルニアの荒れ果てた平原、マンザナー強制収容所の跡地にポツンと慰霊塔が立っています。ここはヒステリックな人種差別によって我が家を追われた1万人の日系アメリカ人の粗末な住まいでした。国家が憲法に保障されている個人の自由を強制的手段で侵害した事実は消えません。それは自由と平等を旨とする民主主義国家アメリカで起こったことなのです。フランクリン・ルーズベルト大統領が日系アメリカ人の強制収容を許したはずべき命令は、34年後の1976年、フォード大統領によって正式に取り消されました。